はい、皆さん、クールドックスジョエルです。今日もワールド読書2023スイス・ジュネーブ来てまーす。今日は3日目、2日目ですね、ワールド読書2日目。2023年8月、25です、今日は。金曜日。すごい人ですよね。あ、これスタッフォード・シャブルテリアやってますね。左側。スタッフォード・シャブルテリアやってます。こっちはジャック・ラッセル・テリアかな。テリアやってます。なんだっけ、何の話でしたっけ。あ、何の話でもないんだ、今始まったばかりだ。暑いですよ、ものすごく。もうね、信じられないぐらい暑いから。ヨーロッパも、もう日本と全く変わらないです。ものすごい暑い。38度とか、38度ですよ。今日はね、ちょっと気温が低い。今日は曇ってます。そして雨が降る天気予報、雨ですね。だから今日はちょっと気温が低いんですが、とにかくね、もう暑くて。そして僕の借りてるアパートはエアコンがついていません。ヨーロッパはね、エアコンついてない場合があるんですよ。結構緯度が高いから。だから結構北の方にあるわけですよ。なんか北海道より、北の方にあるわけですよ、緯度的には。だから従来はその必要ないわけですよ、夏もエアコンが。だけど今もう温暖化でやっぱりね、夏は暑いですよ。もう本当に夜11時ぐらいまでもうわーってしてますから。だからもう扇風機しかないから、扇風機が唯一の僕のなんか冷房装置、エアコンディショナーですよね。僕の部屋の扇風機だけが。だからそれを使ってますが、暑いですよ。それで前回の動画で、最初初日です。うわー、ちょっと待って、かわいい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 。よくしゃよくしゃよくしゃ。ヨークシャは知ってる人たちがいるから、いや別に知ってる人がいるからダメってことはないんですけど、ちょっとね。ちょっとね、ちょっとねの人がいるからちょっと行きます。何だっけ。この犬なんだろう。この犬なんだろう。なんて書いてありますか。見えない。ちょっと待って。ランドシアだ。ランドシアですね。何だったっけ。何の話だっけ。そう、なんか前回の動画でなんかすごい、ほら。今回だからワールドドッグショーに入場する時の、入場する駐車場ですよ。駐車場が、だからそのほら、犬を出す人の駐車場に止めることができた、得したっていう話ですよね。それとウェストミンスターでも、今年のウェストミンスターでなんかメインリングのリングサイドまでベドリントンテリア超えてますね。
っけ、ちょっと待って、ブルーケリーテリアでしたっけ、ブルーケリーテリア、ほら見て、すげえいいわ。 Thank you。それで何だったっけ、何の話でしたっけ。そうだから、ウェスミンスターのメインキャスターのその女性ですよが、なんか僕をなんか入れてくれて、なんかのメインのスタジオ、何あそこな、メインのリングのリングサイドまで入れてくれて、そこはもう全然ハンドラーと犬しかいなかったんですよ。もうしかもウェスミンスターだからもう有名なハンドラーばっかりですよ。もうスターハンドラーみたいな人たちばっかり、アメリカの。そこにアメリカだけじゃないか、まあ、世界中から来てますよね、ウェストミンスターで。と、もうすごい、本当もう何、スターの犬ばっかりですよ、本当に。が、ばっかりのとこに入れてくれて、なんかすごい得したみたいなね、話をしてましたけど、あのね、そういうことはね、いや、これ言いたいことがあったんです。そういうことももちろん起きるんですよ。時々得することが起きるんですけど、そのね、10倍から100倍ぐらいね、損することが起きますからね。マジで。そこをね、なんかこいついつも得してるみたいなね、風に思われたんじゃないかと思って、全然損することの方が、その100倍ぐらいありますから、それをちょっとね、お伝えしなきゃと思って、ちょっと待って、今どこにいるの？なんか今回日本の方がすごい多いですね。スイスだからかな。スイスってほら、ちょっと人気じゃないですか、女性の方々に。オーストリアとかね、だからかな。すっごい多いですよ、日本の方が。びっくりした、あんまり多いから。あれ、なんか人がいないところに来てしまった。今ね、何時ぐらいですかね。11時13分。これなんだろう、フレンチウォータードッグかな。フレンチウォータードッグ、多分フレンチウォータードッグです。何の話だっけ。あ、こっちに、なんだっけ、これワイマラナやってますね。だからあのね、得することって時々あるわけですよ、本当。時々ね、時々得することがあります、そういう風な感じで。だけど、もう損することもね、損することもじゃなくて、損することの方が10倍から100倍ぐらいあるわけですよ。歩いていったら行き止まりとかね、ものすごい距離を歩いていったら行き止まりで、さっきまで通れたところが通れなくなってるとかね。昨日はで今回のだから今年のウェストミンスターもそうでしたよ。チケット買おうと思って行って、まあ、その前日はチケット買って、その E メールでね、チケットが送られてきて、すぐ入場できたんですけど、そのね、本当はね、それもね、あの SNS で送ってくるんですよ。本来は SMS か、あの電話番号に。でもほら、なんか SIM カードを入れ替えたりとかしてると、自分の日本の電話番号が使えない場合あるんじゃないですか。携帯電話の090のやつですよ、090の番号ですよ、携帯電話。それにね、だから SIM カードを入れ替えてるから使えないじゃないですか。それなのに SMS じゃないと送れないみたいなことは結構あります。もうそのウェスミンスターのチケットだけじゃなくてですよ、海外に行って空港で Wi-Fi を使うときに SMS で送りますとかね、そのパスワードを。もう Wi-Fi はね、もう無料ですぐつながるようにしないとダメですよね、絶対に。だからそういうこととかね、それで Wi-Fi がつながらないとかね、そういうことはもう無数にある。で、ウェスミンスターで前日はだから SMS でちょっとこれ電話使えないんだよねって言ったら、なんでとか言って、いや、これ日本の番号だからちょっと使えないんだよねとか言って、送ってもらったら、その E メールで送ってもらったら、で次の日もね、それができると思って行ったら、もう何、午後から行ったわけですよ。僕は午後じゃない、間違えた、ごめん、すいません、午後じゃなかった、10時か11時ぐらいだったかな、10時ぐらいだったかな、10時ぐらいに行ったんですよ、ちょっと遅れて。そしたらね、
もう閉まってたんですよ、窓口。もう遅すぎますみたいな感じ、何時までですみたいな感じ。それで入れなかったんですから。でもちろんね、その知ってる人がウェストミンスター来てんじゃないですか、どっかの国の。もちろんアメリカ人でも知ってる人いますよ。それでだから知ってる人に言ってね、なんかほら同じスタッフだからみたいな感じで、犬を出しているスタッフの一人だからみたいな感じで入れてもらおうと思ったんですけど、言ったら頼める人はいるけどっていう感じ、わかりますか。まあ頼めるけどみたいなね。なんか結局頼んだらなんかめんどくさいじゃないですか。それになんかね、もうそんなのもいちいち頼むのもどうかなと思って、結局僕はもういいやって言って2日目入れなかったんですよ、ウエストミンスター。だってもうなんかご飯おごったりとかしなきゃいけないし、ステーキ食べに行って、多分そこになんかほらお友達と来たり親子で来たりしてんじゃないですか、誰かに頼んだ時に。一人じゃ来てないから、そしたら2人分か3人分ぐらいとご飯おごらなきゃいけないから、もうね、もう10万円ぐらいかかるんじゃないかなと思って。だって今ものすごいインフレとものすごい円安ですよ、アメリカは。もうすごいから、ちょっとステーキ食べに行ったら10万ぐらいかかりますよ。だからもういいかと思ってやめた。だからちょっと小さい声で話しますね。もうじゃリングサイドだから小さい声で話しますが、入れなかったんですよ、ウェストミンスター2日目、今年。これイングリッシュスプリンガースパニエルですね、イングリッシュスプリンガースパニエル、あとイングリッシュコッカーとか、なんかスパニエルはたくさん種類がありますね。イングリッシュコッカーですね、イングリッシュコッカー、イングリッシュコッカー。だから結局2日目のウェストミンスター入れなかったんですよ。そういうことはね、もう無数にあるどころか、もう何だから無数にあるんですよ。どころかって何、無数以外、無数以上の言い方があるんだろう無数にあるわけですよ、その何。だから得することの話を時々しますけど、得することの100倍ぐらい不幸が起きてますからね。だから得する時もちょっと奇跡的な得することが、僕だけじゃないかもしれないけど起きるわけですよ、時々。だってそんなメインキャスターのなんか多分テレビで有名な人なんだと思います、アメリカでは。ニュースキャスターなのか、なんかそういう人ですよ、アナウンサーみたいな人。その人がそのウェストミンスターのメインキャスターみたいな人ですよ。ウェストミンスターのあの番組で、その何ですか、あ、今いた、あの人が探してた出して大丈夫かな、堀川さん、ホワイトディスペーパーの堀川さん、出して大丈夫なんですか。今探してたんですけど、この人今喋りながら言ってるから、ちょっとまた後で、また後で電話の途中で何か言ってたいや今あの人探してたんですよね。いや、さっきそのちょっとね、ゴールデンのビデオずっと撮ってて、挨拶されたんですけど、なんか、あ、どうもどうもとか言って、すぐそのどうしても撮らなきゃいけなかったから、ゴールデンを。だからなんか、なんていうの、なんかすごいそのほら、なんかないがしろにしているみたいなね感じになったわけですよ。別にそういう気持ちはもう1ミリもないんですけど、なんかどうしてもその時そのゴールデン撮らなきゃいけなかったから、ビデオで撮ってって言われてたんですよ、そのルーマニア人のお友達の、そのゴールデンのお友達がその犬を出してて、ちょっと向こう側から撮ってビデオとか言われて、あ、分かった分かったとか言って、ちょうどそれに集中してた時だったから。だからちょっとなんか一言二言もう一回お話ししようと思ってたの、なんていうか分かんないけど来たここに。
これなんだろう、この研修何でしたっけ。セッターですよね、なんかね。セッターって言うとなんかすごい昔の人みたいですよね。イングリッシュセッターみたいなね。イングリッシュセッターって言いますよね。あ、イングリッシュセッターだ。それで何の話、イングリッシュセッターって言うとなんかね、まあいいんですけど、それ何だったっけ、ほら何の話、もう忘れていく、どんどん目まぐるしく次から次に起きるから。何だっけ、その何、ほらそのメインのウェストミンスターのキャスターの女性が僕を優遇してくれて、この人大丈夫よ、入れてあげてみたいな感じで会場に入れてくれた。しかもその会場はメインのリングのリングサイドで、もうなんか本当もう特別な人しか入れないみたいな。特別な人ってほらだからハンドラーですよ。ハンドラーとジャッジとその犬のオーナーぐらいしか入れないわけですよ。もう目の前でジャッジやってるわけですから、ウェストミンスターのメインリングですよ。そこに僕を入れてくれたわけですよ、そのキャスターが。そんなの奇跡じゃないですか。その奇跡的にな、つまり何、そのつまり良いことの奇跡が起きたわけですよ。幸せの奇跡が起きたわけですよ。だけどその幸せの奇跡の100倍ぐらい不幸な奇跡が起きてますからね。普通じゃ信じられないような、だから普通ではありえないような出来事が奇跡ですよ。普通の一般的にはありえないような出来事が起きることが奇跡っていうじゃないですか。その不幸の奇跡が起きるんですから、不幸の奇跡が無数に起きるから、本当に無数ですよ。進んでいったら行き止まり、 U ターン しなければいけません。さっきまでできたのにできなくなっている今、昨日はできたのにできません。 U ターンしたら、 U ターンして進んでいったら今度は階段がありました、階段が登れませんとかね、フェンスに鍵がかかっていますとかね、その鍵をもらうためにどっかに出かけていかなきゃいけないとかね、そのもうゴールするまでにもういろんな障害を乗り越えて行くんですけど、その障害が全然乗り越えられないとかね、いうことがもうとにかくね、もう無数に起きるんですよ。で奇跡的に、奇跡的な不幸なことが起きるんですから、本当に。なんかドアを開けようとしたら袖が引っかかってたみたいな出来事ですよ。もちろんそのただそのことを、そのドアを開けようとしたら袖が引っかかったとかいうことを言ってるわけじゃないんですよ。そのような出来事、そのような出来事がもう無数に起きるわけですから、今それ起きるみたいなね、今袖引っかかるそこにみたいな、何なんだよ。全然知らずになんかもう洗濯物のなんか下着かなんかをずっと引きずって歩いてたみたいなね、みたいな、なんか下の裾のところにマジックテープでくっついてたみたいな出来事ですよ。そしてそのくっついてたものが引っかかって動けなくなったみたいなね、そのことを言ってるわけじゃない、本当になんかマジックテープで洗濯物が引っかかってたわけじゃないですよ。そのような出来事、そのような奇跡的ななんかおかしな出来事がもう次から次へと起きるんですから、海外に行くと。本当にこれがね、昔はもっと起きてました。今最近はねちょっとね、もうあまりにも海外に行くからもう本当に、ね、慣れていて、あ、ウエスティだ、かなり慣れてきて、その本当にもう日本にいる時も海外にいる時もどこもアメリカもヨーロッパもなんかもうあんまりもう僕はあんまり変わりがないんですよ。違いがない、同じなんですよ、どこも。だからもうなんていうかな、本当に慣れてきて落ち着いて行動できるからだいぶその良くなってきたんですけど、もう昔はね、そのもうなんかアメリカとかヨーロッパっていうだけでもう舞い上がってて、気持ちが全然違うところに来てるみたいなね。それともう本当に典型的な日本人で、そのなんかもう欧米を特別視していて、欧米って違うところみたいなね感覚があったから、白人って全然違う人たちみたいな、もう違う生き物みたいな感覚があったから、
全然落ち着いてなかったわけですよ。だからもういい、もうそれはそれはめくるめく奇跡の不幸がもう無数に起きてるわけですよ。いやそんなこと知らないもんだってみたいなことがもう無数に起きてた。でなんで怒っ、この人が目の前の人がね、なんで怒ってるのかわからないというような出来事がね山ほど起きてたわけですよ。なんで俺今怒られてんのみたいな、あなたなんで怒ってんのみたいなことが、ちょっとリングサイドに行くからあんまり大きな声出せませんよ。ミニピンかな、ミニチャピン車かな。そういうことがもう無数に、もう無数に本当にね、もうどれだけ本当はもう本当にどれだけ起きたかわからないぐらい起きていましたし、今も起きてますよ。まだ起きてる。まあだから10年前よりは減った、確かに10年前よりは減ったって言っても、それは幸せの奇跡よりも不幸の奇跡の方が10倍ぐらい多いわけですよ。今でもそうですよ。なんか歩いてたら犬の糞を踏んだみたいなね、犬の糞を踏んだ上に滑って転んでガーンって頭打ったみたいなことがね、いや実際にそれが起きてるわけじゃないですよ。そのような出来事が起きるということを言ってるわけですよ。そう、もう無数にですよ、無数に。だからもういちいちもうありすぎて伝えられないぐらいありますよ、そういうことが。だからそれをまあそれをお伝えしたいなと思ったわけですよ今日は。だってなんかいつも得してるんだお前みたいな感覚が感じで伝わったんじゃないかなと思ったから、もう絶対そんなのありえない。もうそれはそれはもうめくるめく不幸な出来事が無数に起きてるわけですよ本当に。とにかく今回の賞はこれワールドドッグ賞ですけど、とにかくもう日本人がたくさん、日本の方来られてますよ。まあその何、コロナウイルスが収束したっていうのもありますね。収束して初めての夏でみたいなね。まだ1年前の夏はまだ収束していませんでした、完全にはコロナウイルスは。っていうのはもちろんありますね。うわまたまたヨークシャのところに来た、もう逃げようかな、ヨークシャのところは。いやもう説明すると長くなるような出来事が起きたわけですよ。そのヨークシャの、まあいいや、もうヨークシャの話を。だって途中で金額を変えるんですもん、ハンドラーですよ、ヨーロッパのハンドラーでヨークシャやってる人間ですよ。でね、あのね、僕はその、いや僕はじゃなくて、そのね、僕のクライアントはね、もうプロのハンドラーにはね預けたくないって言ってたんですよ、その人。ヨーロッ、特にまあ日本でもそうだけど、ヨーロッパなんて特にね、犬を返さないって言われたらねすごい困るから、で次から次へとドッグショーに出そう出そうと言ってどんどん出していって、それで犬を返さないって言われるのが、何回もそういうことが起きたから日本で、だからでお金だけどんどん払わなきゃいけないから嫌だっておっしゃってたわけですその方。でもね、僕はそのハンドラーと仲が良かったから、でまだね、その、うん、まあ、何回かしか預けたことなくて分かんなかったんですけど、大丈夫ですよって言って進めて、その人に、僕が進めて嫌だっておっしゃってるのにそのハンドラーに預けたんですよ。でね、もう一人ね、そのブリーダーが、ハンドラーじゃなくてブリーダーがそのままあのチャンピオンにして日本に送ってくれるって言ってたんですが、そっちの方が良かったのに、わざわざハンドラーに預けて、しかもそのブリーダーがやるともっと安かったのに、トータル的な金額が安かったのに、ちょっと高いのに無理して預けたわけですよ。それなのにね、犬が来る直前にね、もうものすごい、もう何、全部で50万ぐらいね、なんか値上げされたんですから、追加料金を。だからもうお前と仕事しないって言ったら、私はちゃんと説明したのにとか言って、そのアムステルダムで、2018年のアムステルダムのワールドドッグショーですよ、オランダ、アムステルダムで、そいつらと行動してました。そいつらって、まあ、仲間が何人か5、6人いて、その人間たちと行動してましたよ。で彼らはみんな大麻を吸ってました、あのアムステルダムで。アムステルダムは大麻 OK ですからね、で有名ですからね、街中大麻のお店だらけですよ。で吸ってて、僕は吸ってますよ、もちろん僕は
あんま嫌いだから僕ああいうのは。だから何もしないで、アルコールもですけど、何も体に入れないで、なんか明るく元気で幸せな方がいいと思ってるから僕は。だからやりたくないんですよ。何かに頼ってね、幸せを感じるっていうのはやりたくないんですよ。だから僕だけ一人だけやらなかったんですけど、全員タイマーをつけて、もうふわーってなんかもうその状態でね、僕になんかごちゃごちゃ説明してましたけど、まあもちろんその時は今よりも英語力がまあ低くて、それと早口でずっともうラリっててずっと早口で言うから何言ってるか分かんなかったんですよ。そしたらね、だからその時ね、ちゃんと説明したし、あ、オールドイングリッシュシープドッグだ。ちゃんと説明したでしょって言ったわけですよ。あいつは英語が分かんないから。Hello! Good morning! あ、知ってる人と会いました。なんだ、何の話してたんだって今。いや、それでね、途中でね、そして何、あのほら、ヨーロッパの人の英語って R の発音を全部ルとかラとか言うからね、もう分からないんですよ。ジュニアをジュニオールとか言うし、ジュニオールとか言うんですよ。何言ってるか分かんないんですよ。だからジュニオールメールとかね、ジュニオールってジュニアのことですからね。だからそういう風にちょっとほら違うわけですよ、言葉がいちいち。タイターテスト、あのほら血液検査のタイターテストのことをティトゥルとか言う、ティトゥルテストとか言う。ティトゥルテストって何とかなるじゃないですか。タイターをティトゥルとか言うんですから。そう、だからもう何言ってか分かんない、もう今以上に。だからもう分かんなくて何言ってんのか。それでうわ、アイリッシュファウンドだわ、でかい。あのね、それで分かんなくて、何、何の話だったっけ、分かんなくて、ちょっとね、何の話だっけ俺今、何の話、今ちょっとね、いろんなことがね、もう今一個言えないけど、もう目まぐるしいことが今起きてました。その何、知ってる人がいっぱいいるんですよ。でそれでみんな見てたから僕を、だからちょっと手振ったりなんとかかんとか、今画面には映ってないけどやってたわけですよ。それで何の話だっけ分かんない、もうちょっとみんないろいろ言うから、いろいろ言うっていうのは目で言うから、いろいろちょっと分かんなくなった今。ちょっと待って、何だっけ、あ、そうそう、だから何、あのほら、だからね、それで50万も追加料金増やしてる。ただでさえ高かったのに、またさらに50万円ぐらいね、追加料金をね上げるなんてね、そんなのクライアントの方に言えないじゃないですか。だから最初から私嫌だって言ったじゃないですかってなるじゃないですか。だからうわ、どうしようと思って、嫌だって、そんな金なんか払わないって僕は言って、そんな金払わないって言って、そしたらね、だからアムステルダムで言ったじゃんとか言って怒ってるわけですよ。知らないですよ、タイマスってラリってて早口で、しかもヨーロッパなまりのなんかわけのわからない英語で言ったとか言われたって、そんなのもうわかんないですよ。何言ってるか分かってなかったんですもん、全然。これメインのリングです、今回のワールドドッグショーメインリング。そうそう、こういうところでこうやって撮るのがいいですよね。そうだから、その人がヨークシャをやっていて、絶対あそこにいるからヨークシャのリングに絶対 100% いるから、だから逃げようって言ってたわけですよ。長いですよね、説明が。もういろんなことが起きるから、ほら、ね、ちょっと
長い。まあとにかく不幸の奇跡がいろいろ起きるということですよ。海外に来ると、海外のドッグショーに来ると、いろんなもう奇跡的な、もう信じられないような不幸が起きますよ。もちろん時々ね、たまにいいことの奇跡も起きます。幸せの奇跡が起きます。でもそれはもう100分の1。本当に。よし、じゃあちょっとだいたい会場をぐるっと回ってきましたね。今回は80個リングがありますね。スイスだからやっぱりほら日本人女性に人気じゃないですか、スイスって。だからね、日本人の女性の方たくさん来られてますよ。それでは皆さん失礼します。